ガードフィッシュ。ガードフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の6番艦。同名のアメリカ海軍艦艇としては、最初の艦である。艦名は、北米大陸に生息する緑色と銀色の、細長い胴体に狭く尖った顎を持つ貪欲な魚、脱火天軸脱属のハウンドニードルフィッシュの通称に、由来する。ガードフィッシュは艦隊型潜水艦として、 コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で1942年1月20日寄港された。同年5月、エドワード・ジェイ・マーカート夫人によって浸水、ニューロンドン海軍潜水艦基地において、少佐、アナポリス1927年組の指揮下収益した。ニューロンドンでの成長を終えた、ガードフィッシュは6月28日にニューロンドンを離れ、パナマ運河を通して、 真珠湾へと向かった。真珠湾には7月25日に到着した。8月6日、ガードフィッシュは最初の紹介で日本近海に向かった。ガードフィッシュは本州の東側を南から北へと紹介し、8月19日朝にはの地点で8000トン級日本海軍特務艦を発見し、魚雷を3本発射したが、結果は良くなく。 やがて駆逐艦の姿が見え反撃を行ってきたので、ガードフィッシュはこの海域を立ち去った。8月22日夕刻にトロール船を撃沈した。付近を航行中の船舶が聴取したところによれば、の地点の南東方から銃物砲弾の音と、火災、爆発の音が聞こえ、42分で消え去ったという。ガードフィッシュは南下して、獲物を求める。 8月24日午後にはの金華山東大沖で、輸送船森海丸、北日本汽船、3114トンを発見し、巨雷を3本発射して2本命中させ撃沈した。ガードフィッシュは再び北上し、翌8月25日朝に、物地点で輸送船三角船丸、元、ドイツ船、ウルスラリクマス、三菱汽船委託、5050 50トンに対して、巨雷を2本発射したが、 この魚雷は回避された。9月2日朝7時45分にはのエリも、三崎南東13海里の地点で輸送船ミカド、ヒサシマル、元デンマークフネグスターベダイドリック船、帝国船舶委託、2332トンを発見し、魚雷を3本発射して2本命中させ、さらに魚雷を4本発射したが、その必要はなく、ミカドヒサシマルは船体を分断されて沈没した。 9月4日のヤギ沖に達したガードフィッシュは島陰に3隻の輸送船と1隻の800トン級タンカーがいるのを発見し、まず先頭の2隻の輸送船に対して、魚雷を1本ずつ、計2本発射するも命中しなか、5時間後、先頭の輸送船に対して、魚雷を1本発射し命中させ、続く目標に対しても、魚雷を2本発射。一連の攻撃で2隻の輸送船、 海明丸、海洋汽船、5253トンと、天遊丸、菅谷汽船、3738トンを撃沈し、残る輸送船のうち、千田丸、栃木汽船、2276トンは、九字湾の中に逃れて闘病したが、間もなく雷撃され、着艇した。大港警備府の官邸が、現場に向かって、爆雷攻撃を実施したが、 ガードフィッシュはまんまと逃げ去った。9月15日、ガードフィッシュは40日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。一連の攻撃が評価され、クラークリング艦長に海軍十字章が、ハーマンジェイ・コスラー対アナポリス1934年組にシルバースターが、それぞれ授けられた。9月30日、ガードフィッシュは2回目の紹介で、東。 シナ海に向かった。10月19日午前、の久米島近海を航行中のガードフィッシュは、輸送船伏見丸を発見し、魚雷を6本発射して、最低1本を命中させて、損傷を与えたと評価された。浮上のまま追跡を続けていたが、やがて哨海機に発見され、急速潜行を行った。直後に、資金弾を受けたが、大した被害も受けず振り切った。 二日後の10月21日、ガードフィッシュアの地点で輸送船7隻からなる第279船団を発見し、先頭の6700トン輸送船に対して、魚雷を4本発射し、2本が輸送船ヒホマル、日産機船6363トンに命中して、ヒホマルを撃沈。続く攻撃で8700トン級タンカーに対して、魚雷を3本発射し、 約2分後には救命ボートを下ろしているかのような光景が見られた。8700トン級タンカーは後日4000トン級輸送船に修正された上で撃沈が認定されたが該当する戦果はなかった。11月2日には鳥島の写真撮影を行い南西諸島の南側を通過した。11月28日、ガードフィッシュは59日間の行動を終えて真珠湾に帰島。 2度にわたる、紹介任務での結出した戦果によって、ガードフィッシュは、主君部大賞を受賞した。12月20日、ガードフィッシュは3回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。ウェーク島、タオンギ干賞、エニウェトク干賞近海を抜けて1943年1月1日に、トラック北方海域に到着し、1週間の間、紹介を行うこととなった。 しかし戦火は上がらず、1月10日からショークをニューアイルランドと北方海域に移すこととした。1月12日夜、ガードフィッシュアのニューアイルランド島近海で、レーダーにより目標を探知し、浮上したまま接近して確認すると、初春型区間であると推定された。日付が1月13日になろうとする頃に魚雷を3本発射し、2本目の魚雷が命中して目標は爆発。 この攻撃で第1号紹介艇を撃沈した。1月20日からはニューアイルランドと港高い域での紹介に移る。1月22日未明、ラバウルに至る交通路を紹介していたガードフィッシュはの地点で8000トン級輸送船と護衛の苦戦艇を発見する。苦戦艇に向けて発射された1本の魚雷は外れたが、 輸送船に対して発射された3本の魚雷のうち1本は命中し、目標からは蒸気と煙が高く立ち上った。この戦火は戦後になって4000トン級輸送船1隻撃沈と下方修正された。翌1月23日未明に、物地点で2隻の小型艦艇に護衛された大型輸送船を発見すが、攻撃位置を取れず、浮上して捜索を続けたところ、 夕方になっての地点で、浅潮型駆逐艦を発見して、魚雷を三本発射。魚雷は駆逐艦博士に向かっていき、二本目まではかわされたが、三本目の魚雷が命中して、博士を撃沈した。一月二十八日には、シンプソン湾港で輸送船団を発見したが、護衛艦に阻止され攻撃はならなかった。 ガードフィッシュは、ウェワク方面を短期間紹介した後、を経由して、南に向かった。2月15日、ガードフィッシュは56日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。3月9日、ガードフィッシュは4回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。ニューアイルランド島とニューブリテン島近海をめぐり、日本観戦が多いと思われるコースを紹介。 病院船や駆逐艦、潜水艦を発見したが、結局この紹介では戦果を上げることはなかった。4月18日にはの地点で、病院船やアメリカ湾、大阪商船、6070トンを目撃。4月30日、ガードフィッシュは52日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長が、ノーベル G ワード少佐、アナポリス1935年組に変わった。 5月25日、ガードフィッシュは5回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。前回とほぼ同様のコースをたどり、6月1日にはあの、地点で日の丸を描いた日本潜水艦の姿を目撃するが、14000ヤード、約13キロ離れた先にいたため、見るだけに終わった。6月13日未明、ガードフィッシュはのニューブリテント北西海域で、レーダーにより、 目標を探知する。目標は2隻の護衛艦を廃し、南に向かっていた。明け方近くになり、魚雷を4本発射し、1本が目標である7000トン給油送船に命中したと判断される。戦望強振度に戻して観測すると、目標は魚雷命中により、重油を流出させていた。航空機と散ンをやり過ごした後、午後に入って、あるいはの地点で、 4000トン級輸送船と目された輸送船鈴山る北日本機船901トンを発見。魚雷を2本発射し、2本目の魚雷が命中して鈴山るを撃沈した。6月19日未明、ガードフィッシュアのアドミラルティ諸島近海で輸送船団を発見する。しかし、攻撃を仕掛ける前に第22号区船艇の爆雷攻撃を受け、 ソナーが破棄されたり、ボルトが緩むなどの損傷を受けたが、修理の上紹介を続けた。7月8日、ガードフィッシュは、ブリスベンに進路を向けて、航行を開始し、7月14日には、ツラギ島に寄港。8月2日、ガードフィッシュは70日間の行動を終えて、ブリスベンに寄港した。8月24日、ガードフィッシュは6回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。 9月21日に、つらぎ島に寄港し、9月28日までの間は、ブーゲンビル島に揚陸した部隊と連絡を取る、特別任務に就く。10月7日夜、ガードフィッシュはピートから、輸送船団に関する情報を受け取り、捜索を行ったところ、翌10月8日未明に4隻の大型輸送船と2隻の護衛艦からなる輸送船団発見する。 ガードフィッシュはの地点で魚雷を6本発射し、うち2本が陸軍船カシューマル、副用、汽船5460トンに命中して、これを撃沈する。翌10月9日午後から10月10日未明にかけても、からの地点にかけて4800トン級輸送船を追いかけ回し、10月9日の攻撃では発射した3本の魚雷はすべて外れたが、10月10日の攻撃で発射した。 魚雷のうち一本が命中して、目標は沈没したと判定される。10月13日に、モノ地点で2隻の大型輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を4本発射したが命中せず、375フィート、約114メートルの深さまで投下された爆雷を避ける羽目となった。その後は、ブリスベンに進路を向け、2日間にわたって、ラバウル空襲に参加した。 爆撃機の援護任務に就いた。10月19日、ガードフィッシュは、ツラギ島に寄港して、アメリカ海兵隊の探査部隊を上艦させ、10月28日に、ブーゲンビル島のエンプレスオーガスタワンに部隊を上陸させた。この任務は、11月1日に行われた、連合軍のブーゲンビル島、太郎機内の上陸に少なからず貢献した。11月3日、 ガードフィッシュは70日間の行動を終えて、ブリスベンに帰投した。ブリスベンで次の紹介に備えて待機してる。最中の12月3日、ガードフィッシュはの地点で、アメリカ陸軍のオイルバージンをマイナス20に衝突され、右舷艦隊の後部に、裂け目ができるほどの損傷を負った。12月27日、ガードフィッシュは7回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。 1944年1月11日にの地点で、行きされた日本軍の冒頭機重奏者で処分。1月14日、午後、ガードフィッシュは、パラオ東方海域で2隻の駆逐艦を発見する。この駆逐艦は、3隻の特設運送船、旧油、国用丸、国用、汽船、126トン、日本岸、山下汽船、9971トン及び、県用丸、 国用、汽船、124トンを出迎えるためラバウルから、会合地点に向かっていたサザナミとアケボノであり、ガードフィッシュは、近在にいたアルバコアがサザナミを撃沈する光景を目撃した。戦団自体もすでにスキャンプがの地点で、日本岸を撃沈して、パラオ近海から護衛についていた、駆逐艦島風と、早場の制圧を受けていた。駆逐艦を発見してから2時間後には、 爆雷攻撃の音が聞こえ、日本丸から発しているであろう、黒煙を見ることもできた。夕方近くになり、の地点で、ようやく船団を発見し、魚雷を6本発射して、剣用丸に2本命中させて撃沈した。その後、マヌス島近海を経て1月27日に、つらぎ島で補給を行った後、トラック諸島南方に移動。2月1日に、 のトラック南水道付近で入港しつつあった第3113戦団を発見し、魚雷を4本発射して、護衛の駆逐艦開封に1本命中させ、これを撃沈した。2月18日、ガードフィッシュは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのために、サンフランシスコのベスレヘムスチールに開港され、2月27日に到着した。 オーバーホールを終えた、ガードフィッシュは6月1日に、真珠湾に到着した。6月14日、ガードフィッシュは8回目の紹介で、スレッシャー、ピラーニャーポゴンとウルフパック、ミッキー・フィンズ、ミッキー・フィンズを構成し、ルソン海峡に向かった。ウィリアム・ヴィンセント・オレガン,ン大佐が、ガードフィッシュに乗艦して、ミッキー・フィズの指揮を取った。7月5日に、最初の目標を発見するも、 爆雷攻撃によって、機船を制せられて攻撃できなかった。7月12日には、スレッシャーの報告に基づいて、輸送船団を探し求めるも、浮上と先行を繰り返した挙句、ピラーニアからのものと思われる、来撃の音を聴取したのみであった。ピラーニアはこの時、モマレ1船団を攻撃して、陸軍輸送船にチランマル、南洋海運、6503トンを撃沈したが、 バードフィッシュはそのおこぼれもありつけなかった。7月15日夜、そのピラーニャから新たな輸送船団、魂21船団に関する情報を受信し、スレッシャーと共に予想深度上に急行する。翌7月16日朝、のルソン島北西端北北西100キロ地点で、ついに玉 21C 船団を発見。午前中に、ピラーニャが、陸軍輸送船シアトル丸、大阪商船、 5773トンを撃沈したのを手始めに夜になってスレッシャーが輸送船セーネーマ丸大連機船4918トンを撃沈したガードフィッシュは日の当たるうちは航空機を警戒して形戒を伺っていたが夜の飛ばりが降りて後戦闘配置を例して攻撃態勢に移る日付が7月17日になろうとする頃ガードフィッシュは タンカーと輸送船、総計5隻に向けて、魚雷を6本発射し、そのすべてが命中したと判断された。魚雷は、陸軍輸送船、人市、山丸、宮城汽船、5215トンと、海軍徴用船、マイアス山下汽船、5864トンに命中し、弾薬が誘爆するなどしていずれも早い時間で沈没していった。 日付が変わって7月17日0時34分、五郎には大型輸送船に対して、巨雷を3本発射し、陸軍輸送船日山丸、宮崎船2838トンに2本、命中して撃沈した。3時前後にも最初の攻撃で打ち漏らした目標に、対して巨雷を2本ずつ、計4本発射し、7500トン級輸送船に損傷を与えたと判断された。 爆雷攻撃が過ぎ去るのをひたすら待ち、夕国に浮上した。7月18日夕国に、物地点で高速輸送船団を発見し、魚雷を3本発射し2本が9800トン級輸送船に命中したと判断される。7月19日朝、ガードフィッシュアの地点で、ユタレ級船団を発見し、最後に残った4本の魚雷を発射。魚雷は陸軍船ミカドタツマル。 帝国船舶6550トンに命中して、これを撃沈したほか4000トン給油送船にも命中したと考えられた。7月31日、ガードフィッシュは46日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。この紹介での功績により2個目の主君部隊賞を受賞した。8月23日、 ガードフィッシュは9回目の紹介です。レッシャー及びサンフィッシュとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。9月2日、ガードフィッシュはの総不岩近海で3隻のサンパンを発見し、両艦と共に40分にわたる砲撃戦の末、サンパンのうち100トン級のものを撃沈した。9月25日夜、ガードフィッシュはの朝鮮半島西岸故障島西方15回地点で、 輸送船第二の宮川丸、東洋海運、873トンを発見し、魚雷を2本発射して1本を命中させて撃沈した。10月9日未明には大物を発見する。海軍徴用船浅間丸、日本郵船、16,975トンは、フィリピンに進出する日本陸軍の将兵を乗せて10月8日に、文字を出港する。 ガードフィッシュは未明にの地点で浅間丸と3隻の駆逐艦を発見し、魚雷を4本発射したがすべて外れた。10月16日朝、ガードフィッシュはの地点で特設艦指定星稜丸、畠山大蔵、99トンを発見し、4インチ砲と40ミリ機関砲で攻撃を行ったが、そこに第2号、福吉丸、鈴木平米へ、 98トンが助立ちに駆けつけたため、ガードフィッシュは先頭を切り上げて、ミッドウェイトを向かった。10月24日、ガードフィッシュは62日間の行動を終えて、真珠湾に帰還。艦長が、ダグラス・ティー・ハモンド・中佐、アナポリス1931年組に変わった。11月26日、ガードフィッシュは10回目の紹介で、ルソン海峡及び南シナ海に向かった。 12月8日にサイパン島に到着して補給を行った後、12月半ばにはシ区に到着した。この紹介任務においては特に成果もなく、1945年1月6日夜にの地点で中型輸送船と思われる目標に対し、浮上レーダー攻撃によって巨雷を3本発射して命中しなかった。紹介は平穏に終わろうとしていた。 1>, 1月17日に基地に戻るよう命令が出て、ガードフィッシュはグアムアプラ港に戻ることにした。キロも特に事件はなかったかのように思えたが、もう少しでグアムという1月23日にレーダーに反応が出た。スクリーン上の点は小さい船か潜水艦と思われた。それはアメリカ船ではないように思われたものの遊軍艦船の動向に関する情報を持っていなかったため、 ハモンド艦長は、司令部に情報を求め、最終的にこの海域には、遊軍は存在しないとの情報を得。だが、目標は、実際には、味方の救難艦であった。エクストラクターは、祈祷命令を受けており、そのためその海域には存在していないと思われていたのだが、実際には、その命令は伝わっていなかった。1月24日3時45分に、 ハモンド艦長は戦闘配置を例し、左方向から進んでくる目標に対して攻撃体制に入った。戦望橋から観測した印象と歓迎図表で目標は日本の潜水艦であり、その中の165型潜水艦と判断された。6時20分に巨雷は4本発射され、うち2本が命中。目標は煙に包まれの地点で沈没していった。 ハモンド艦長は浮上して、捕虜とする生存者を探すように礼し、ガードフィッシュは浮上した。しかし、浮上してみると様子がおかしかった。日本の潜水艦を撃沈したはずなのになぜか黒人の乗組員が泳いでおり、英語で助けを求めていた。誤射は直ちに判明した。会場も穏やかだったので、ガードフィッシュの救助活動は順調に行われた。しかし、 エクストラクターの79人の乗組員のうち73人を救助に成功したものの、6人は救助できなかった。1月26日、ガードフィッシュは60日間の行動を終えて、アプラ港に帰島。アプラ港に停泊中の潜水母艦に横付けした。人後、グアムのキャンプディレ例にて、エクストラクター5人撃沈に関するサ門が開かれた。 ハモンド艦長及びエクストラクターのバブコック艦長がそれぞれ証言を行い、その結果、波浪の影響でガードフィッシュの通信アンテナが機能せず、対空用及び対艦用レーダーで通信を受信せざるを得ず情報の受信に支障が出て、結果的に敵味方識別装置の作動を怠っていたことが分かった。また、エクストラクターも同じく敵味方識別装置の作動を怠っていた。 疑いがあった。つまり、不手際と不手際が重なった末の事件と結論付けられた。いずれにせよ、ハモンド艦長は解任されることはなかったものの、ガードフィッシュ自体は乗組員に役立たず、なる不名誉なレッテルを貼られたり、両艦の乗組員に、いつバトルフラッグに正常期を描き加えるんだ。などと揶揄されることとなった。2月27日。 ガードフィッシュは11回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、キー水道を通って瀬戸内海に交代するであろう日本艦隊を待ち構えることと日本本土空襲を行う B-29 に対する支援に費やされた。3月13日深夜から翌日未明の大阪大空襲と3月17日の神戸大空襲の支援に任じた後、3月19日、 クレグン空襲のついでに、神戸を攻撃した際に撃された、空母ハンコック所属の戦闘機パイロット、パウル・エイチ・ウィットフォード中尉と、ビンセント・ロイヤル・スミス中尉を救助した。4月11日、ガードフィッシュは44日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。5月8日、ガードフィッシュは12回目の紹介で、日本近海に向かった。この海でも、野島先から、 本州東方海上を越え、襟モ岬及び、釧路港沖に至る海域における、日本本土空襲に十時中に撃墜された B-29 クルーの救助任務が主であった。6月15日夜、ガードフィッシュはミッドウェイ島に進路を向けるが、翌6月16日朝の地点で100トン級トロール船を発見し、浮上砲船で撃沈した。6月26日、 ガードフィッシュは46日間の行動を終えて、新珠湾に帰島。その後は8月25日まで、新珠湾において、水上艦による最新の対潜水艦船戦術訓練を支援した。ガードフィッシュは、新珠湾での支援任務終了後本国に向かい、9月12日にパナマ運河を通過し9月16日にニューオーリンズに到着し、11月6日にニューロンドンに到着。 同所で1946年5月25日に退役する。その後、1948年6月18日まで、ニューロンドンで不活性状態のまま、海軍予備役訓練艦として保管された。その後、余剰艦と認定され、1960年6月1日に除籍される。第二次世界大戦で最も輝かしい戦果を挙げた、潜水艦の一隻である本艦は、 潜水艦の水雷標的として最後の任務についた。ドッグフィッシュとブレニーの雷撃により、ガードフィッシュは1961年10月10日に海没処分となった。ガードフィッシュの艦名は後にパーミット急減船ガードフィッシュに引き継がれた。ガードフィッシュは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞している。四回目と十回目を除く紹介任務が成功と、 見なされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。